ポール・キムは、韓国の歌手、ニューロン・ミュージック所属。兵役を終え、日本に留学して、立命館アジア太平洋大学で経営を、専攻していた。イ・ソラのアルバムを聴きながら、自分は音楽をやるために生まれてきたと思い、日本の大学を退学して、韓国に帰れ音楽家になることを決意する。当時25歳で、大手事務所のオーディションも、 年齢制限によって受けられないこともあったが、2014年にシングル、ウジュー・ライク・エカップ・オブ・コーヒーでデビュー。2017年4月には、ユヒオル・キュレーテッドシリーズの8番目の歌手として選ばれた。同年、KBS ・ユヒオルのスケッチブックで音源強者として知られるデュオ・メロモンスとの共演が話題となる。2018年3月にリリースした SBS ドラマ、 ロマンスは必然に先にキスからしましょうか。の OST は大ヒットし、同年のガオン年間デジタルチャートで3位を記録した。2018年10月にリリースしたデジタルシングルでデビュー以来、初めて音楽番組で1位を獲得した。バラード音源強者として、その後もホテルでルーナ月明かりの恋人など数々のドラマ OST を担当。 2021年2月25日にデジタルシングル、サランをリリース。同年3月2日には、日本公式ファンクラブが開設された。コラボレーション、チョンハ、チョンハが惚れた男、ラベシップ、K-POP はちまん。クッパーポワッチ、クラブ、2021年2月6日閲覧。ガオン年間デジタルチャート2018年、ポール・ギム、デビュー後初めての人気歌謡1位に。 感激、信じられない、ありがたい。クスタイル、2019年11月16日へ閲覧。AB、IOI 出身、キム・チョン・ハンド・ガミー・ポール・キム、ドラマ、ホテル・デルーナ・ OST に参加。クスタイル、2019年11月16日へ閲覧。ポール・ギム、日本公式ファンクラブが3月2日にオープン。今後の活動にも注目。 クスタイル、2021年3月2日閲覧。BTS RM&J HOPE からポール・キムまで、韓国音楽著作権協会の正会員に昇格。クスタイル、2021年2月13日閲覧。ポール・ギム、防弾少年団のファンであることを告白。クスタイル、2019年11月16日閲覧。ポール・ギム、防弾少年団のファンになったきっかけとは 一人寂しく座っていたら、クスタイル、2019年11月16日閲覧。ポール・ギム、防弾少年団 V との進行をアピール、先に声をかけてくれた、連絡先も交換。クスタイル、2019年11月16日閲覧。ポール・ギム、バラエティ、チョン・ヘインの歩み報告書 OST に参加。クスタイル、2021年2月13日閲覧。チョン・ヘイン、 ポール・キムのニューアルバムを応援、友情ショットが話題。クスタイル、2021年2月13日閲覧。ポール・キムチョン・ヘイン、仲むつまじい2ショットを、公開、二人の友情、永遠に。クスタイル、2021年2月13日閲覧。ポール・キムが、チョン・ヘインにプレゼントした曲で、音源配信はないが、YouTube にて公式動画が公開されている。民祖。 ポール・キムとのデュエット曲2トルを発表、恋に落ちる直前の感情を表現。クスタイル2019年11月16日閲覧。ポール・キム名曲リメイクプロジェクトの最初の主人公に初の修学旅行サマーリー映像を公開。クスタイル2021年6月26日閲覧。少女時代テイオンポール・キムイジョク。 新バラエティ、ビギンアゲインさん出演決定、感動と癒しの音楽番組、クスタイル、2019年11月16日閲覧。人気歌手、ポール・キム、デビュー以来初となる全国ツアーコンサートを大盛況に終える、キロトン・ドット・ウ o ー・ウォー・キ・オ・ドット・2019年11月16日閲覧。防弾少年団、 第33回ゴールデンディスクアワードアルバム部門の対象に、エクソシャイニー・ジョンヒョンさんも本賞受賞。クスタイル、2019年11月16日閲覧。笑う男、BTS、第14回ゴールデンチケットアワーズ2019、結果発表。反撃ドットコム、2020年7月3日閲覧。BTS からトゥワイスまで。 第34回ゴールデンディスクアワード1日目が開幕。豪華アーティストが集結。クスタイル2020年7月3日閲覧。ありがとうございます。